フランス社会党は1902年に結成され1905年まで存続したフランスの社会主義政党。略称は PSF。現在のフランス社会党の源流の一つである。ジャンジョレス・ポール・ブルス19世紀末から20世紀初頭にかけてのフランスの社会主義運動は政党が乱立し政治的には4分5列の状態に陥り、大同団結して、 単一の社会主義政党を設立することが求められていた。しかし1899年のアレクサンドル・ミルランの入閣問題をめぐり社会主義者は支持派、反対派に分かれて対立し、早期の統一は困難な状態にあった。左派は1901年、いち早く合同して、フランス国社会党を決闘したのに続き、 ミルランの入閣を支持したポール・ブルス・ラ・ポシビリストのフランス社会主義労働者連盟、ジャン・アルマーヌ・ラの革命的社会主義労働党、及びジャン・ジョレスラの独立派社会主義者も、翌1902年合同して、ジョレスを中心とするフランス社会党を決闘した。この後党が加盟する第二インターナショナルは1904年のアムステルダム大会で、フランスにおける 社会主義政党の分裂を有料し、単一の党にまとまるべきことを決議した。PSF は PSDF とともにこの決議を受け入れ、ジョレスは最大の対立要因となっていた社会主義者のブルジョワ政権への協力問題について、格外協力を含む否定的見解を出した。これにより、両党の合同は進展し、1905年、 第2インターフランス支部としてのフランス社会党が発足した。現在の社会党の前身となった党であり、旧社会党、統一社会党とも称される。ありがとうございます。